こんにちは、レイセンです。今日は1月25日金曜日になります。絶食285日目です。天気は晴れですね。睡眠時間は今のところ5時間半とっています。尿回数は4回ですね。で、時間が正午12時46分ぐらい。めちゃめちゃ遅いよね今日。で、今日はまあいつも通りだけど、とにかく頑張らないで流れに任せることにしたもんで、とにかく流れに任せるっていうところに任せてみるっていう感じだね。まあ、そういう風にちょっとやっていこうかなって思ってます。まあそこに集中するってとかね。飲むものは昨日と同じ、トヤミックスとトーカミックスにきな粉を大さじ1杯を入れて、あと黒ごま小さじ1杯を入れる。そういう感じで作る。で、まあ照明器具がね、ここにつける照明器具が届いたもんで、まあちょっと今日は時間遅いからやらないかもしれないけど、もしかしたらやるかもしれない。まあ設置するかもしれないってとこだね。まあ今日はそんな感じです。そしたら絶食285日目始めていきます。今日の一杯目作っていきます。ファミリーマートのアップルを使ったアップルトーカーですね。アップルトーカーをこれ250、とキッコーマンの無調整豆乳を250。元気のきな粉ですね。を大さじ1杯。まあこれ入れてもなかなかね、減らせないんだけどね。で、きな粉がまあこんだけ、まあこんだけ。で、小さじで、まあ小さじ1杯分ぐらいでしょう。この隅っこのやつを小さじに入れようと思うとなかなかちょっと難しいんで、もうこのまま入れちゃう、残りは。まあ小さじ1杯ないぐらいかな。小さじ1杯もないね、残ってないね、そんなにも。まあ小さじ3分の2ぐらいかな。まあでもまあ1杯ぐらいってことでいいでしょう。そしたらこれ飲んでいきます。2杯目ですね、作っていきます。ファミリーマートのミックスフルーツを250、ミックスフルーツを250。跳ねたのかな、なんか今上から何か落ちてきたような気がしたので、これ250ですね。とキッコーマンの無調整豆乳を250。よいしょ。と、きな粉大さじ1杯。このきな粉が、いや、いっか、いいな。あと、すりごま白。もう黒なくなっちゃったね、白。元気のすりごま白を小さじ1杯。
たらこれ飲んで編集作業やって、その後まあ余裕があったらライトつける感じですね。さあ撮っていきます。オレンジトーカー作っていきます。ファミリーマートのオレンジですね。昨日の、まあ、動画見てたら割といいね。ビーチにして、で LED の照明、600個の LED 照明と、あとこっち側にもね、あのブロックの照明、小さな前に買ったやつだね、前に買った小さなブロック照明をつけるとちょうどいいね。オレンジトーカーですね。そうすると影もできないし、いいから、あの天井につけようと思ってたやついらないなと思っていらない、こっちの部屋にいらないね。向こう側パソコンの上と、で一番奥かな、まあ、まあそこちょっとどうしようかなって思ってるところです。M 調整と NU250、こっちもブロック照明なしで、まあ、ちょっとどうするかだな。で、元気のきなこ250と、すりごま白、元気のすりごま白を小さじ1杯ですね。そしたらこれ飲んでいきます。アップルトーカー作っていきます。ファミリーマートのアップルですね。今アップロード中ですね。まあ、ゆっくりしようかな。で、キッコーマンの無調整豆乳を250、で、あ、で、元気のきな粉、250、やっぱきな粉入れるとね、味がだいぶ変わる。だいぶってか、だいぶ、まあ、まあそこそこ結構変わる。美味しいよ、美味しい、結構美味しい。なんか慣れてくるとね慣れてくるとこっちの方がいいかなって。だから最初なんか微妙な味かなと思う時もあったけど、慣れてくるとなんかこっちの方がいいかなって。てかね、お腹のふく、あの満足度っていうのかな、膨らみ具合っていうのかな、充実度っていうのかな、それがもうやっぱこっちの方がね圧倒的にいい。きな粉とごま入れた時の方がね。そしたらこれ飲んでいきます。アップルトーカー作っていきます。ファミリーマートのアップルを250、キッコーマンの無調整豆乳を250、きな粉、元気のきな粉を大さじ1杯と、元気自体が全国にあるわけではおそらくないと思うから、どのぐらいの規模で展開してるのかはちょっと調べてみないとってところだけど、まあでも、きな粉だしきな粉だしごまだし、このぐらいの安いものは、まあ近くのスーパー行けば、
まあそうだね、多分あのプライベートブランドとかで大体あると思うから、それとまあ近いと思うけどな、うん、もうちょっと全国レベルで手に入るような商品に変えてもいいけどね、これなくなったらね。そしたらこれ飲んでいきます。今風呂入れてるところです。オレンジトーカーですね、ファミリーマートのオレンジを250。とキッコーマンの無調整豆乳を250。結構ね、きな粉いいかもしれない。きな粉とごま、お腹のねやっぱり落ち着き具合が全然違う、うん、なんか妙な満足感っていう、満足感っていうかね、うん、なんだろう、お腹がやっぱりでも安定するっていうのかな、うん、なんかね、うん、もう十分に落ち着いてくれるっていうのかな。やっぱね、いいね。あった方がいい。きな粉とごま。うん、結構ね、違う。で、ごまを小さじ1杯。うん、そしたら、これ飲んでいきます。アップルトーカー作っていきます。ミリーマートのアップルを250。もうアップした、いいか、アップした動画の確認作業まで全部終わったとこですね。もうゆっくりするだけですね。にしても全然 1.5 リッター全食に、うーん、やれてないね、まだ最近全然やれてないね。無調整豆乳250。まあでもちょっと流れに任せてみることにした、うん、じゃないといつまでたってもたどり着けないような気がする。やっぱり引き寄せの法則で言ってる通り、うん、オールは握りしめたらあかん、うん、流れに任せる、とにかく流れに任せる。で、きな粉を大さじ1杯、うん、とすりごま。まあお腹の調子がなんかちょっと微妙だけど、まあでもこのコスト、この値段ならいいかな、続けるにね、うん、高いやつだとちょっと現状続けられないかな。まあでも、うん、今度ちょっとピアゴのやつを買ってこようかなって。ピアゴのプライベートブランドのやつだね、安い、これよりは高いけどね、うん、そしたらこれ飲んでいきます。オレンジトーカー作っていきます。ミリーマートのオレンジを250ですね。とキッコーマンの無調整豆乳を250。元気のきな粉、お大さじ1杯とすりごま、小さじ1杯ですね。
したらこれ飲んでいきます。オレンジとかもう一杯作っていきます。ファミリーマートのオレンジを250、コーマンの無調整豆乳を250、と元気のきな粉、ちょっとなくなってきちゃったんで、一回ピアゴに、明日買い出してピアゴに行って、ピアゴのきな粉かな。まあちょっとなんか見てくる。見繕っていきますね。ごまも明日にはなくなっちゃうかな。で白ごま小さじ1杯。ちょっと見てきますね。あると思うけどな。したら飲んでいきます。もう時間ない、あと15分ぐらいなんだけど、まあ取らないっていう選択肢を取ろうかと思ってたけど、最後一杯だけ、いや今日野菜ジュース飲んでないんで、野菜生活100カゴメのグリーンスムージーを使ったグリーントーヤ。今日も野菜ジュースなしに、まあ、しちゃってもいい、よかったんだけど、なんかね、糖化ミックスばっか飲んでると、糖化ミックスが飲みたくなるんだよね、すごく。だから、糖化ミックスばっか欲しくなるっていうのかな。そういう風になっちゃうんだよね。だけど、若返りするのであれば、トヤミックスは最低1杯以上は取らないとダメなんだけど、それは 1.5 リッター絶食をやった時なんだよね。1.5 リッター絶食をやるときは、まあそういう風にする必要があるんだけど、まあ今日は休息日に、あれ?なんか変な出方した。いいか。一応振ったんだけどな。まあ休息日だよね。あまり関係ないから気にしてなかったんだけど。というのと、あとまあもう果物ジュースが切れたっていうのもあって、まあ最後にちょっと一杯だけ取ろうかなって、と15分。きな粉をいっぱい。ごまを小さじ1杯したらこれ飲んでいきます。おはようございます。もうおはようございますじゃないけどね、今午前11時23分ぐらいですね。そしたら今日もウイロール2回やってから体重測定入っていきます。
ウエスト測っていきます。正面と側面と背中、68ですね。変わってないですね。血圧測っていきます。108-78です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。睡眠時間は5時間とっています。午前3時から5時半までの2時間半と午前7時から9時までの2時間半、合わせて5時間ってところですね。あ、違うわ、午前7時から9時半までの2時間半ですね、合わせて5時間ってところです。ジョギングとウェイトトレーニングは今日もなしですね。で、飲んだもの、生果汁は今日もゼロです。野菜ジュースが 250ml で、豆乳が 2500ml。果物ジュースは 2250ml で、水はゼロってところです。で、合計が 5000ml ですね。で、水ゼロのため実質も5000っていうところです。なんでまあ今日も休息日。昨日5500だったんで昨日よりちょっと減った。で、今日は元気のきな粉大さじ1杯と同じく元気の黒ごま小1杯を最初の1回目。2回目以降は白ごま小1杯ですね。小さじ1杯。なんで今日はまあほぼほぼ白ごまですね。入れてますね。きな粉と白ごまを。まあ、投入してるってところです。で、尿回数は11回出てます。濃さはほぼ無色、かなり薄め、あと普通に薄い。量は平均的な量でした。大便が1回あります。1回だけあります。午後6時50分頃、色濃褐色。色がね、褐色でもすごい濃い褐色だね。なんかすごく濃かった。うん。で、チューブとバナナ状で40センチ。あと細いなんか細かいちょろちょろっとしたのがね、だいたい半カップぐらいかな。2分の1カップぐらい出てます。で、柔らかめで匂いは少し、そこそこあり。そこそこありですね。匂いそこそこあり。で、おならは日中なしで夜たまにありですね。で、匂いは少し臭い時があったというところですね。で、今日の計測時間は午前11時45分頃に計測してます。昨日よりも25分ほど早い。早いですね。昨日は12時10分だったんで25分ほど早い。で、体重 59.95kg、マイナス 0.25kg の減少です。今 0.25kg なんで、まあ、ちょっと減った。ちょっと減ってますね。500しか量は変わってないけど、ちょっと減ってますね。で、BMI は 18.9 でマイナス 0.1 の減少です。体脂肪率は 12.6% でマイナス 0.3% の減少です。まあ体脂肪率はそう変わってないっていう感じですけど、まあ若干、もしかしたら若干本当に変わってるかもしれないですね。ちょっと減ってる可能性はありますね。体重も減ってるもんで。で、血圧は 108-78、最高血圧マイナス3、最低血圧プラス4。まあ血圧は変化ないっていう感じで見ていいでしょう。まあこれは誤差の範囲内だと思います。で、脈拍73でプラス4ですね。脈拍がちょっと上がってる。で、ウエスト68センチで変化なしってところです。で、今日の気づき。まあ今日の気づき、まあ今日は別に特にない。で、まあ朝、まあ、照明だね、照明。照明、一応ね、今の状態だと、LED、新しく買った600個の LED を消して、で、遮光カーテンを少しね、少し、広げて、で、光の量を抑えて、今撮影してる。じゃないとね、顔がやっぱ白くなっちゃうんだよね、体っていうか顔が。ただ、これちょっとね、ちょっとでも、これだと少し光量少ないかな。まあでも、まあ悪くはないかな。あんま白っぽくはなってないんで。うん。これよりもうちょっとまあ光の量あってもいいかなと思うけどね。まあこんな感じで、まあ一応、モードをビーチにして、で、光の量を遮光カーテンで調節して日中、まあ晴れた日はね、行って、まあ、いい具合に、まあ光量を調節しようかなって思ってます。で、あとまあ今日、
今日あのライト、ここにライトつけようかなと思ったんだけど、一応ね、あの今アマゾンで買った、朝ね、アマゾンであの電球を買った。今持ってるのが、昨日ちょっとね、説明がね、あの間違った説明しちゃったんだけど、昨日は2700ルーメンじゃなくて、あの6000ルーメンのやつがいいよみたいな、そんな説明をしたと思うんだよね。違うんだ。ルーメンっていうのは、あの明るさの、光の束の、あの、なんだ、そういうのを表す、なんていうのかな。まあ、あの、そういうのなんだよ。で、あの、光の束とは別、それは明るさなんだよね。明るさの量、明るさの光量を示す、まあ、基準なんだけど。で、それとは別に K っていうのがあるんだよね。K っていうのが、その、光の、あの、なんていうのかな、色合いっていうのかな、うん、色合いなんだわ。電球色は 2700K なんだよね。2700K。で、あの、中光色って、っていうのかな、あの、蛍光灯とか、ああいうこういう真っ白なやつだね。ちょっとあの、淡い、オレンジがかったやつじゃなくって、本当にもう真っ白とか、むしろなんか青みがかった感じのっていうの。ああいうのは、あの、5000K とか 6000K なんだよね、うん。色合いを示す値なんだよね、K。昨日ちょっとね、混同しちゃってて、2700K っていうはずを2700ルーメンって私は言っちゃってたから、違う、逆。2700K だね。あ、電球色は、あの、撮影、こういう、あの、ビデオ撮影の光には向かないんだよね。向かない。電球色は向かない。うん、ちょっとオレンジ入らない方がいいね。オレンジじゃない方がいい。それよりも、あの、完全な真っ白だね。だから 5000K とか 6000K だね、うん。そういう中光色の電球を使わないと、あの撮影照明としてはね、あまり向かないっていうのがね、分かった。うん、向かない。で、光の光量は、あの、多い方がいいもんで、まあ、それは、まあ、2000ルーメンとか、まあ、電球で2000ルーメンってあんまりないもん。電球だったらまあ500ルーメンか1000ルーメンだけど、まあ1000ルーメンの方がいいよねっていう。明るい方がいいよねっていう使い勝手はね。ただまあこういう風にビーチのモードで撮る場合、明るすぎちゃう可能性もある。発火しちゃう可能性もあるけどね。まあその時はちょっと向きを変えたりして、まあうまく調節するしかないかなとは思ってますけど。うん、あの、ルーメンは光の束の量、まあ明るさの度合いなんで、ルーメンは多い方がいいわな。多い方がいい。うん、で、あの光の色合いに関しては、電球色より中光色。2700K よりも 5000K の方がいい。6000K とかね、5000K、6000K とか、その辺がいい。じゃないとね、撮影照明に使えない。で、朝ね、朝一応あの 5000K の、1000ルーメン。5000K で1000ルーメンの LED の電球、あの、口金26のやつだね。E26 のやつを買った。6個。買ったもんで、それが届いたら、あの、ここに、あの、つけようかなと思ってる。上の天井にね。うん、あれつけてどんな感じになるか、夜とか、普通、あの、撮影、いい感じに撮影できるような状態になればいいなと思ってますけど。まあ、そういうところなんで、とりあえず明日はちょっとつけない。電球まだつけない。ですね。うん。まあ、そんなとこかな。今日説明することそんなない。まあ、あとは流れに任せることにした。やっぱね、まあ、エイブラハムも言ってるんだけど、タイミングとかあるんだよね。やっぱりその、うん。やっぱそういう、行うべき、いいタイミングっていうのがあって、うん、そういうの約束事とかなんかあるらしいんだよね。だからそういうのがね、なんとかしようとすると、そういうのが全部ね、お釈迦になっちゃうっていうね、ふうに言ってるもんで。とかやっぱタイミングってあるんだよ。うん。なんかこういうふう、こういう時にこういうやって、こういうふうに上がっていった方がいいとか、自分の望むものが実現するタイミングっていうのかな。そういうものがどうもあるらしいんだよね。まあ、引き寄せの法則の本の中ちょっと読んでるとね。だからやっぱりね、なんとかしなきゃってやると、それがね、壊れちゃうもんで、良くないよっていうふうに言ってる。だから、今もしかしたら、今は、その、実現する、そういう、流れに、行くべき時ではないのかもしれないもんで。
っぱそういうタイミングが来るのをまあ静かに待つっていうのかな。そういうのもまあもしかしたら大事なのかもしれない。だからやっぱ結局は流れに任せるっていうのが一番いい。一番いいから、とにかく明日もまあとにかく流れに任せる。なんとかね、1.5 リッターの税食やりたいんだけど、っていうか、不老不死メソッドだよね。不老不死メソッドの通りにやっていきたいんだけど、心がなんかね、ちょっと待ってよっていうふうに言ってるもんで、ちょっとね、今はゆっくりする。ゆっくりするっていうか、それしかないっていうのかな。まあ、焦らずに行こうと思うんで。だから、とりあえず、まあ、明日は流れに任せる感じで撮る。まあ、で、一応もう、きな粉とごまがあんまりないもんで、まあ、その辺ちょっと見繕ってくるってとこですね。まあ、買い出し行ってこようかなと思ってます。まあ、そんだけだね。まあ、皮の状態とか、やっぱりこの量撮ってると、まあ、そう変わらないか、ちょっと若干悪くなるか、そんな感じ。やっぱり、撮りすぎちゃダメだね。5000とか撮ったら、ダメだね。ダメ。やっぱまあ1500、まあ2000以下で、まあ、1500から2000の間、まあ、この間にはちょっと入れたいなと思いますね。っていうかそうしないと若返りの実験はできない、まあ、勝ってるけどね、今はね取らないわけにいかないっていうのか、まあ、特にストレスが大きいね。ストレスがあるとどうしても必要になっちゃうもんで、まあ、こういう時は、まあ、無理せずにやっていくしかないかなって思っています。そしたら、絶食285日目完了です。それではまた明日。